こんにちは、こんばんは、ゆず猫と申します。よろしくお願いします。はい、今回はですね、こちら誘引紐の誘引紐のシルバーの紐を使って、バッグをね編み始めたんですけれども、編み始めてですね、ここまで一玉編んで、模様の部分松編みをずっと、これ何段だったかな、厚編みで、1234567891011121314151617ですね。こう斜めにね数えて17編んで、ここ細編みで2段編んだところですね。それで、持ち手のね紐をねつけようかなと思って、もうこれでね印の方はつけてきたんですけれども、あとね一玉でこれだけしか、このくらいしか残らなかったので、一応ね足りないといけないと思って予備でねもう一つ買ってあったので、これだけではねちょっと足らないのでこちらの方も使っていくと思います。それで一応ね今のこのサイズの方ですね測ってみようかな。横の部分ですね、横の部分がよいしょ約40センチですね。それでこの口の部分から高さがだいたい約22センチぐらいですね。12センチぐらい。それでまちの部分ですね、こちらがだいたい約15センチですね。15センチ。はい、横の部分のところが、ここね。ちょっとね、柄でかぶって分かりづらいんですけれども、約32センチぐらいですね。よいしょ。紐なんですけど、こっち側からねこう編みたいので、これ一回ここでここの部分でねこちら側の方につけたいので一旦切っちゃいますね。よいしょ。ここは、チェーンつなぎで、ごめんなさいね、バッグが大きくてちょっとね画面に全部入りきらないですけれども、よいしょ、ここチェーンつなぎでつないでおいて、よいしょ、今つないだのでこんな感じね。これはねどうしても足らないと思うんですけど、どうしようかな、これも使っていこうかな。だからここの部分のところから編みつないでいきたいので、
こっちのここの角のところからねつけようかな。よいしょ。じゃあ糸処理する分ねちょっと長めに残してここからよいしょ。ここから止めてきますね。ちょっと長すぎましたねこれね。もうちょっと短くしようかな。で糸端の方は編みくるみながらね止めてっちゃいますので、よいしょ、ここ一緒にねくるみながら止めちゃいますね。よいしょ。かぎ針の方は本体を編んだ時と同じでクローバーさんの8号のかぎ針を使っています。よいしょ。でちょっとねバッグ自体が大きいので肩から下げれるぐらいの長さにね持ち手をちょっと長めにしたいので、どのくらいにしましょうかね。よいしょ。これね色がすごいなんか綺麗に出てね良かったですね。ちょっとこれ初めてねこのなんだっけ誘引紐ですね買ったんですけれども、すごい軽いし色がねすごい落ち着いてていい感じですね。よいしょ。でここの印つけたところでここから持ち手の部分を編んでいこうかな。20でこのくらいだからまだ全然ですね。でも本体が大きいからでも全然ですね。これで今45センチ、どうだろう、ちょっと縮むんですよね。縮むけど多少は紐だから伸びますよね。ちょっと待ってくださいね。ちょっとこの金具がついてるからちょっと一個手前のところで、今肩から下げた感じはちょうど良さそうなので鎖45目で留めます。ちょっとね余裕があるぐらいな感じだったので、ここが曲がってると曲がっちゃうので、よい
しょ。鎖を45目にしました。でこちらもぐるっと同じ紐の方までね編んで一周編んできます。はい、ぐるっと紐の方を編んできたんですけれども、やっぱり途中のところで紐がね足りなくなってしまったので、これだけね残ったんですけれども、この鎖編みの途中のところで紐が なくなってしまったので、鎖のところでねちょっとなんだっけ紐をね変えるのはなんか強度的にちょっと弱いかなと思ったので、ぐるっとこちら側編んで鎖編みのちょっと手前のあたりのところから新しい方のね紐に変えて、で少し編みくるんでからこちらの鎖編みをして、ぐるっとここから立ち上がって今鎖編みの手前のところまで編んできたんですけれども、でここよいしょ、あ、ごめんなさいね、ちょっと大きいから写しづらくって、でここの立ち上がりのところが最近やってるのはここで一つ手前のところですね、足元のところで引き抜き編みをして、でその後に裏山を作ってるんですけれども、よいしょ、裏山のところで細編みでギュッて引っ張るとカクンってこう上に上がってくれる感じに編み上がるような気がして、最近このやり方をしています。ちょっとねこれが上手なやり方かどうかはわからないんですけれども、最近これでやってるとちょっときれいにカクンってこう上に上がる感じがして、カクってしてる感じに見えるので、こういう編み方を最近はしています。これねずるだってずっと裏山のところをすくって、今回はよいしょ、バッグがね大きいのでちょっとね紐の太さをねどうしようかなと思ってるんですけど、そんなにも太くはしたくないので、よいしょ、まずこんな感じでずっとぐるっと一周編み進めていきたいと思います。はい、こちらぐるっと編んできたんですけれども、反対側のね角のところ、ここの部分のところなんですけど、裏山をすくって、最初こっちの時はまっすぐの部分の鎖編みのところで、引き抜き編みをして、で鎖編みじゃない細編みの今度は紐の方に入る一つ手前のところで引き抜き編みをしてから、鎖編みのね持ち手の部分のところでここで細編みをしてこうカクッとこう上に上がる感じにしたんですけれども、今度はここ反対側にしたいので一番最後の鎖編みのこの紐の一番最後の部分のところですね、ここで引き抜き編みをキュッと引っ張ってもらって、で鎖編みの根元の部分のところですね、ここで細編みをよいしょしてます。で逆にこっち側が今度カクッとこう引っ張られるような感じになるんじゃないかなと
よいしょ。こんな感じに、ここの部分のところね、なりました。で、同じように反対側もぐるっとまた編んでいきたいと思います。はい、ここをぐるっと2周編んできました。それで今太さの方が大体2センチぐらいですね。でもうちょっと幅をね出したいので、ここ今ね最後の2周ぐるっと編んできて、最後の閉じるところですね。よいしょ。ここでちょっと長めにして切っておいて、よいしょ。でここでチェーンつなぎをして、よいしょ。これね、端の糸始末の方はさっきのここのね糸つないだところは一緒に編み込んじゃいました。こっちの上の方に向かって、でこちらの方はまだそのまんまなので、ここはね後で糸処理していきます。で今こう見ていただくと、こうカクって上に上がった感じに、こう手を離してもねカクってこう上がった感じになってるかなと思います。それでここのね内側のところもぐるーっと一周ね細編みをしていきたいんですけど、一番最初のこれが足りないかな、ここの内側の部分だけなので、この新しく一巻き出す前の残りの部分ですね、これで内側のところ、ごめんなさいね画面に映ってない、私いつもこの辺ぐらいから、この辺りのところから編み始めるんですけど、よいしょ。ここでつないで、ここでぐるーっと細編みをするんですけど、ちょっと編んでみて足らなかったら新しい方のね紐で編むんですけど、ちょっと試しに、ね、足りてくれればねこれも無駄なく使えるので、よいしょ。どうせならね全部使い切れたらなんかすっきりと次のに移れるかなと思うんですけど、だいたいね残ってしまったりとかしたのはだいたい柚子のおもちゃに最終的にはなっちゃうんですけどね、使い切れるようだったらなるべくね使い切ろうかなとは思っています。あーでももうすでに足らなそうだな、やっぱり。うーん、内側の部分だからそんなにはちょうど的には、これ一番最初の方に残ってた糸始末してない方の紐ですね。よいしょ。ここで今引き抜きをしたので、よいしょ、こちら側の方で編みをして、よいしょ。
とやっぱり足らなそうですね。でこんな感じでぐるーっと内側の方両サイドね編んできます。はい、あと最後のところまで来ました。あとここよいしょ。これでなんとかできました。チェーンつなぎして、ごめんなさい。メジャーどこ行ったか忘れちゃった。紐の長さなんですけれども、紐の長さは。だいたい36センチですね。これで使ってるうちに多分中身とか入れたら少しね紐の部分が伸びてくれると思うので、それを見越してちょっと気持ちね短めにはしましたけど、一応肩から下げるぐらいな感じのイメージで、こんな感じ。ちょっとねここ今折り込みましたけど、どうでしょうか。ちょっともう一度全体的に測ってみようかな。ここが約40センチのこの高さのところが約写ってるかな22センチですね。でまちの幅の部分が約15センチぐらいで、そこの長さが約33センチぐらいですかね。32かな、32から3ぐらいな感じですね。はい、で持ち手がだいたい36センチぐらいの大きさになりました。それでこちらの方が25?これのワンサイズ小さいものを作っているんですけれども、よいしょ、こちらね、これは平巻きテープの方で作っているんですけれども、ちょっと一回りこう小さい感じのものになりますね。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、こちらの方が一番最初の鎖が20目で作ってますね。20目で 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 段ぐるっとこう増減なしで、10段増減なしで編んで、違う10段増やし目しながら編んで、で11段目は増減なしで一周ぐるっと鎖編みを して、でそこから松編みを始めた感じになりますね。それでこちらの方が20目スタートで
こちらは、こういう平巻きテープなんですけれども、ちょっと内側の方にね紙貼っちゃってるんですけれども、わかるかな、くくりなテープですね、こちらの方を使いました。それで、二重目スタートで、これが 1,2,3,4,5,6,7,8 8段、増やし目しながら、楕円底を編んで、で1段増減なしで編んで、そこから松編みをしている感じですね。こちらの方はちなみに 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 段編んでますね、この松編みの模様を。それで細編みの方を2段編んで、でこちらの方はちょっと細くして、こっちの方は外側の方のね紐をこう2回こう立ち上がってぐるっと編んでるんですけれども、こちらの方は外側1周だけ鎖編みに編みつけて、であと内側の方ですね、もう1周編んでる形になります。こちらはね外側の部分を2回編んでる感じなので、ちょっとこれだけ幅が違いますけれども、こちらのシルバーの方はね大きさも大きいので、こんな感じになりました。はい、これはねちょっと小ぶりので普段使いに使えたらなと思って、こっちはねちょっと荷物が多い時とかに使えたらいいなと思って、実は2つ作っておりました。はい、こんな感じで完成です。はい、それでは今回はこちらの方ですね、誘引紐を使ってで松編みのバッグを作りましたという動画になりました。あとこちらの方はねおまけでちょっと平テープの方でもね松編みして、ちょっと小ぶりな、小ぶりでもない、結構たっぷり入ると思うんですけれども、はい、バッグの方も作ってみましたという動画になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ゆず猫でした。バイバーイ。